はい、よくみんな、ラステオスさんだよ。ラステオスさんと一緒に英語の一言フレーズを学んでみよう。実はラステオスさんも英語をうまく話せないんだ。だからみんなと一緒にラステオスさんも頑張って英語のフレーズを覚えるからね。それでは今回のフレーズだ、行ってみよう。ギリギリすぎるでしょう。 That's cutting it close。 ギリギリすぎるでしょう。 That's cutting it close。 ギリギリすぎるでしょう。 That's cutting it close。 今度はおじさんが発音してみるね。 That's cutting it close。 That's cutting it close。 どうだ、流行ってるかい？こんな感じかな。次はみんなも一緒に発音してみよう。 That's cutting it close. That's cutting it close. That's cutting it close. どうだい？できたかい？もう一回言ってみるよ。 That's cutting it close. That's cutting it close.That's cutting it close. 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 Okay, 今回はここまで。もっと詳しい英語を学びたいなら関連動画を参考にするといいよ。概要欄にもおすすめリンクを貼っとくから見てみてね。チャンネル登録をすると新しい動画が公開されるときに見つけやすくなるからチャンネル登録してみてね。あとグッドボタンもね。ではまた。 See you next time.